オッケー。ちょっと待ってくださいね。オッケー。これね、うん、一番大問題言っていいですか。はいはいはい。大問題言っていいですか。はい。あのね、強制終了、パソコンが落ちてしまったので、はい、ね、録画残ってないです。おー、なんで生放送のあれが出せない。録画ない。出せない。私の伝説の酔っ払い会がない。生放送ね、残せない。申し訳ない。ちょっと途中で切ればよかったのか。まあね、そう。でね、生放送ログを出せない。なんじゃとって言ってますよ。マジか。申し訳ございません、皆さん。機材トラブルによる録画が取れておりませんでした。こっからはだから残せるよ。こっからは残せますね。うん、再起動かからなければ。です。うわー、ショックですね。せっかくクラッカー鳴らしたのにな。そう、じゃあ K クオリティさん行きましょう。ではすいませんが、今からですねお悩み相談行っちゃいますね。はい、行きます。レアですね、本当に。本当にレアです。まあ、しゃあない。来れなかった方には大変申し訳ないんですけれども、しゃあない。すいません。あ、じゃあ一回もう一回挨拶しましょうか。そうですね、はい、お願いします。心リングゲームズのベイ君です。おかめです。実はですね、はい、3時間ぐらい、はい、生放送やってたんですけども、やっておりました。パソコンが、はい、強制シャットアウトでしょうか。そうですね、落ちまして。落ちてしまって、はい、3時間分の動画が残ってない、はい、ということになったので、はい、こっからの動画しか、ありません。あの、ログっていうかアーカイブか、アーカイブとしか、残せない状況になってしまいました。申し訳ございませんです。ちょっとね、ショックなんですけども、はい、まあ、これを引き取ってても仕方がないので、はい、やっていくしかないんです。このね、いきなり始まりから顔真っ赤っていう、そういう動画になってしまいますが、やっていきます、はい、よろしくお願いします。おかめさんも余裕が覚めました。こんだけね、だいぶね、あの、読ませていただいたんですよ、ね、本当は皆さんのあれをね、読ませていただいてて、これ残したかったんですけども、まあ、でもここにね、証拠は残ってるんで、うん、とりあえずはやりましょう。やりましょう。へこんでても仕方ないので、まえさん。あとちょっとなんでね。行きましょう。いただきます。はい、K クオリティさん、男性の方、はい、お願いします。お願いします。はい、ベイ君、おかめさん、こんばんは。こんばんは。いつもお二人の実況を楽しく、すごく楽しく拝見させてもらっています。あ、今来ました。ありがとうございます。平和主義さんですね。平和ですね。平和ですね。今から来ていただいてありがとうございます。今までのがなかったとなってますので、ね、はい。で、お二人がやることでゲームの面白さも7割増しと言ってもいいほどです。それ俺が目指してんの。それ二人がやってるから見よっていう、はい、そこね、そのポジションですわ、私が目指してんの。本当ですか。皆さん、そんなに私何を求めてます。そのポジションを一番私目指してるので、はい、だから何やっても10万再生、そこですわ。いやー、もうなんか運営さん、さっきからなんか桁言いすぎですよ。いやらしい数字は言わないでください。いいですか。はい、そこで相談なのですが、ぜひベイ君にパズドラやツムツムとは別に、うん、クロウィズにもハマってもらいたいのですが。クロウィズってあるクイズのやつちゃうですね、うんうん、どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。ベイ君は頭が良くて物知りそうなので、やりだしたらハマると思うのですが、そしてぜひフレンドになって協力プレイなどしたいです。初めてでくれることを切に願うばかりです。ベイ君好みの可愛い精霊もたくさんいますよ。マジか。はい、長くなってごめんなさい。これからもお二人の実況を楽しみに毎日を過ごしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、K クオリティさんですね。じゃ、クロウィズのじゃあ曲歌っていいですか。はい、トゥトゥトゥルルルルルトゥトゥトゥルルルトゥトゥトゥルルルルルトゥトゥトゥルルル。はい、トイレ行ってたら復活してました。よかったよかった。トイレ行ってたら復活してたってこと知らないのかな。もしかしたら知らないかもしれない。今からが生放送だぜ。うっとうしいな。すいません、すいません。じゃあ、じゃあ今の、はい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 、何だっけ今の、ね、あら、黒水やってって。うん、黒水ね、ちょっとやったことあります。私もありますよ。トゥトゥトゥルルルルル。なんか一時期ハマってましたよね。そうそう、ハマってた。ハマったから有名っていうか、そのなんか周りでハマってて。そうなんですよ、そうなんですよ。みんなやってましたもんね。でもね、あの、うん、まああれです、運営話していいですか。運営話していいですか。運営話するとね、こうアプリ、はい、アプリの実況はこれ食べまーす。アプリの実況ね、めっちゃ大変です。
で、なんでかっていうと、はい、うん、めっちゃ時間かかるんですよ、うん、で、例えばね、パズドラと僕つむつむやってるんですけども、下準備がね、めっちゃかかるんで、やっぱね、今んとこ2つが限界ということで、はい、よろしくお願いします。え、んだけ？そうだけ。んだけ？ほんでね、ちょっとじゃあログが残ってないみたいなんで、はい、今まで名前だけちょっと紹介します。ちょっとあれなんですよ、サチさん、クッパカクッピーさん、はい、動画に残ってないんでちょっと名前だけでも言わせていただきます。ポルンガさん、ポッポルンガピピリットパロさんですね。でキングさん、でカズドンさん、チビアットマークナースさん、キンムーラさん、キリンですさん、ルリさん、デンデン虫さん、ボンちゃんさん、ナッツさん、マグロのまんまさん、 YUKI さん、コウさん、ジュンイチさん、ヨッティ、ヨッシーさん、チャンネル登録者数5000人突破おめでとうございますさん、ルカさん、ロシアンブルーさん、ヒマジンさん、おみこしさん、そう、おみこしね、懐かしいね。おみこしさんの、あれを読ませていただきました。うん、なこさん遅れましたが、すみません、こんばんは。こんばんは、なこさん。こんばんは、ありがとうございます。ということで、ずっとやってまいりました。3時間ですね。うん。というわけで、続きいきましょうか。はい。ちょっと待って、今ね、うん、あんなトラブルあったにもかかわらず100人超え。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。本当にすいません皆さん。というわけで、はい、次の質問いきましょう。ちょっと待って、いつまでやります？かなりありますよ。ちょっと待って、これがねやっぱ面白くてね、僕自身も、うん、こればっかなりますね。そうなんですよね。12時ですよ今。そう、どうします？あとな、ちょっと声ちっちゃくしてあります。じゃあでもこれいけそうかもしれない。ちょっとじゃあ早めになるかもしれないんですけども、頑張って一気に数増やしていきましょう。いきますじゃあ。はい、こちらです。どうせやったらねちょっといっぱい読みたいんで、全部読ませていただきたいです。うん、おー長いぞ。いきます。はい、よろしくお願いします。お名前しおんさん、はい、男性の方です。男性、はじめまして。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。突然ですが、突然ですが、私はゲイです。カミングアウトですね。カミングアウト来たよ。外国の方に日本語を教える仕事をしております、うん、仕事で英語を使うためよく外国の男性と知り合います、うんうんうん、今2人の男性のどちらと付き合おうか悩んでいます。1人は南米のアルゼンチンの方です。アルゼンチン、うん、見た目は茶髪の褐色肌で、うん、バイオハザードのカルロスに似ています。あいつか。アンブレラクロニクルズのカルロスが一番彼にそっくりです。懐かしいな、はい、カルロス。もう一人はイタリアの方です。駐車場のやつやろ。そうです。カルロスといえばね、駐車場。じゃあ駐車場、あれ、車場ガソスタ。うわ、ガソスタね。黒髪でオールバックの髪型が似合う人で、こちらはバイオハザードゼロのビリーに似ています。ビリー、ビリーです。ゼロのビリー、ビリーです。誰？ビリー。ビリー、ビリー、ビリーだきっと。あれゼロやった。ゼロやりました、やりました、ゼロやったんですけど、ビリーって誰？じゃ、ビリーって誰でしたっけ？ビリー出てこないな。出てこない。ウェスカーじゃないんですか？ウェスカーやったら分からないけど、2人とも、あ、ビリーってあれか。あ、ビリーあいつか。あいつか、主人公、主人公、主人公、あいつか、あいつか、警察のせいですね。元警察で捕まってせいですね。そう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 。警察じゃね、犯罪者ね。犯罪者に捨てられてやすいでしょうね。もともとだって、あの人は軍隊みたいなやつだよね。冤罪です、冤罪やってるね。はい。二人とも同じバーで知り合い、何度かデートしました。お、片方とバーで飲んでる時、もう片方をバーに来店し、そのまま三人で飲んだことも何度かあるので、二人は面識があります。仲良しの外国人レズビアンカップルにも相談しましたが、どっちとも付き合っちゃえばいいじゃないとのことでした。ちなみにそのレズビアンカップル、一人はショートヘアの金髪に青い目で名前をシェリーと言い、もう一人は茶髪のショートヘアに緑の瞳で名前がレベッカです。その情報いる？バイオにつなげてるけ ど, かんないですけど、めっちゃバイオにつなげ てるけど。恋多きおかめ姉さん、ご指南よろしくお願いします。お前さんどうぞ。どっちとも付き合っちゃえばいいじゃない。誰やねん。ということで、
解決しました。解決しました。次行きましょうか。いや、外人さんは別にね、どっちか選ばなくていいんですよ。二人とも付き合っていいと思います。日本はね、一夫多妻制ダメなんですね。外国はいいと思いますよ。すごいですね。バイオハザードでまとめてきましたね。ああ、バイオハザード地面やったね、今。カルロスとビギーと付き合ってみてください。ぜひ。はい。お名前、スーパーサイヤ G さん。G さん。男性の方でーす。まあ、年取るもんね。はい。でも、若いよね。いつまでたってもサイヤ人はね。そうですね。うん、サイヤ人はかなり年取んないでね、うん。はい。ベイ君、オカメさん、こんばんは。チャンネル登録5000人んん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも、かっこリアルで失敗したときは、特に動画楽しく拝見しています。いいね。そういうところを目指していて、はい。現実逃避に見ていただくのが一番いいと思いますね。で、再生数10万ね。もういいから。リアルな数字はいいから。はい。お悩みですが、人生悩みまくりの自分、たくさん悩みがあるのですが、今特に悩んでることは、学校生活です。学校生活ね、はい。希望の大学に落ちまくり。うん。結局地元の大学に行くことになったのですが、大学生ね、はいはいはい、高校の雰囲気が良すぎたせいか、うん、大学の雰囲気に馴染めず、しかも学科内に同じ高校の人がいないため、クラスの輪にも入れずぼっちです。ぼっち。サークルもこれだというものがないため入れていません。うん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 。そのため空いた時間があればバイトを詰め込んで、その分の時間は潰してという状況です。あ、現状です、うん、そんな自分に、おかめさんとベイ君の学生生活を参考に、今後の学校生活のアドバイスをお願いします。なるほど。楽しいことないんですか？楽しいことないでもさ、時間を潰すためにバイトをしてるっていうのはある意味、うん、今後の生活にしてはいいとは思うんですよ。まあ、いいかもしれないですね。だってタラリー仕事をしてるわけじゃないでしょ、うん、その分一応お給料はもらってるわけですから、うん、いいかもしれない、ね、なら楽しいことが見つかるまでは別にそれでもいいと思います、うんうん、確かに確かに。時間の潰し方はね、うん、で、なんか見つかった時に有意義にその貯めたお金を使ってもいいと思うし、うん、いや、バイトはね、もういいよ、バイトは別に問題ないと思います。ただほら、悩みないじゃないですか、ね、バイト先でなんか嫌な人がいるとかじゃないじゃないですか。出たよ、ならいい。出たよ出たよそれほら、今見た人は分かんないから。仕事話出たよ。いやいやいや、今見た人は分かんないから、うんうんうん、そうやね、はい、だから、はい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 、ね、結局、ま、気にせず、いや、やりたいことが見つかるまでは、うん、迷うかもしれないけどやっていいと思うよ、仕事に関しては、うん、友達なんてね、うん、適当にできるんで。そう、うん、仕事について嫌な人がいるんです、どうしましょうって悩んでるよりは全然いい、うん、そう、うん、大丈夫、楽しいよ、そっちの方が、うん、いや、私は仕事してて嫌なやつしかいないからお金も稼げないんだなみたいな感じだからさ。そう、僕の、ね、友達いなかったんですけどもね、悩ましいよ。やっぱね、話し合うやつ絶対いるんで、ポッターですよ、ポッター、うん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 、ポッターポッターとね、めっちゃなんか本当友達、僕もいなかったんですけども、ポッターに出会ってね、人生変わりました。何ですか、ポッターハリーがいたんですか？そう、ハリーがいたんですよ、うちの学校には。魔法学校でしたっけ？魔法学校。でポッターはね、ほんまにめっちゃ、もう本当にね、僕高校の時がもう一番の黒なんです、黒歴史。もう友達もほぼいない、はい、だったんで、でそのままの状況で専門学校行っちゃったから友達本当にもう作れなかったんですけども、はい、やっぱね、ポッターという素晴らしい親友がね、できました。えポッター、あだ名です。あ、やめてくださいよ。もうハリーポッターの話したら長いですよ、私は。というわけで安心してくださいという感じで、ハテナでした。ロン、ハーマイオニーって言ってね、じゃあ魔法唱えます。はい、ごめん、出てこんかった。あぶらかたぶら、待って、一番いいやつ言って。ウィンガーディオンレビオーサそれそれそれ、あなたが言ってるのはレビオーサ。はい、行きまーす。次行きましょう。次行きましょう。次、行きます。ゆきんこさん。ゆきんこさん、はい。女性の方です。5000人、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ベー君とおかめ。あ、ちょっと待って、一回フォローさせてもらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。これ動画のためにフォローさせてもらっていいですか？はい。僕たちめっちゃ寄ってますんで、いきなりこんな感じでちょっと引いたかもしれないんですけども、ご了承ください。すいません。3時間分の寄りが溜まっておりますので、よろしくお願いします。
ベイ君とオカメさんみたいに会話上手になりたいです。今7つ上の気になる人がいるんですけど、7つ上、その人の前だと緊張して何を話していいかわからなくなります。このままだとつまらないやつって思われて食事の誘いも来なくなりそうで不安です。食事の誘いは来てんねや、うん、結構いけんじゃんそれ。じゃあそうだね、大丈夫大丈夫じゃん。会話のコツとかあったら教えてください。大丈夫ちゃうかな、うん、食事の誘い来てんねやったら大丈夫じゃないですか。そうだね、誘われてるなら大丈夫じゃないか。誘われなくなったらやばいけど、でも誘われてんねやったら多分ね、うん、面白いつまらないやつとは思われてる。思った以上に喋れてると思います。会話はできてるはず。多分できてる。全く喋れなくてなんか、うん、あーとかうーとか言ってるだけだったら、うん、多分できてる。ちょっとこいつ喋りないじゃんみたいになるけど、うん、多分それ相応に喋れてるんだと思いますよ、うん、だからわりかし安心してもいいかね。うちらみたいに大爆笑みたいなのが欲しいんですか。なんで俺らそんな大爆笑取ってるみたいに言ったん今。びっくりしてんけど。いや笑いはやっぱ笑い大事じゃないですか。びっくりしてんけど今。いや私みたいな調子乗らんといてくれる。ごめんごめんよ。会話だと多分惹かれるんで、たぶんゆきんこさんぐらいの節度あるおしゃべりの仕方の方が相手はきっとお誘いしてくれると思います。特に7つ上だったら大人ですから、うん、そうそうね、大丈夫ですよ。大丈夫だと思います。そこら辺は多分緊張してるんだなとか、うん、好意を持ってないければ誘ってこないので大丈夫です、うん、あとは言 う、ね、ちょっとねやっぱり話すのが苦手で、うん、ちょっと緊張しちゃうんだけどみたいなこと言 う、うん、言うの。好きなら言うの。確かに気合ったら言わなくていい。ポッター話盛り上がってんねんけどね。あ、本当ですか。ウィンガーリアムエクスペクトパトローナム。来た、エクスペクトパトローナム。サーペンソーティアって何。サーペンソーティアなんだっけ。それサーペンソーティアなんだっけ。分からん。なんか言ってたな。ラブラカトブラしか分からんわ。それもね、ダメです。近畿だからそれ。それ近畿だから本当。シリウスが死んだのショックだったな。ちょっとネタバレすぎやろ。さすがにネタバレ。いやもうかなりみんな見てますよもう。さすがにネタバレ。見てます見てます。大丈夫。脂かかぶら。私もねシリウス大好きだったんですけどね、まさかおじさんが死ぬなんて。いただきます。というわけで安心してくださいゆきんこさんはね。そう、うん。大丈夫よ。大丈夫です。うん、はい。あなたは面白い人です。そうゆきんこさんはうちらより面白い。いきます。はい。生放送を待ち望むマカロン。さんですね。わからず、ありがとうございます。女性の方です、はい。はい。突然ですが、先日ペットが亡くなりました。マジか。ラブラロールレトリバーという犬種の犬です。一番可愛いやつやん。犬種の犬ですって、犬種って犬2回言ってるけど大丈夫かな。長生きな子で、17年も共に暮らしていたので、心にぽっかりと穴が開いたようです。17年長いね。17長いね。私は動物アレルギーです、うん、でも動物が嫌いなわけではなく、うん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 、むしろ好きです。しかし触ったりするとすぐにジンマシンが出てしまい、ほとんど触れ合うことができませんでした。アレルギーのせいで動物を新たに飼って悲しさを紛らわすこともできない。どうしたらこの気持ちを吹っ切るのことができるでしょう。きっかけをください。むず、あのねむず、これ私も小学校の時から高校生の時まで犬を飼ってました、うん、ああいいです。なるほどね。あのねシーズー犬なんですけど、うん、飼ってました、うん、血統書付きなんですよそれがまたそこどうでもいいかな。雑誌ではなくそこどうでもいい情報かもしれん。それをね、まあ、ちっちゃい頃から飼ってまして、はい、その子もちっちゃかったんですよやっぱり。でもやっぱ10年ぐらい一緒に住んでました、うん、10年ってすごいね、はい、うん、いろんなその家引っ越したりとか、うん、いろいろ土地変わったりもしてて家の中とかも変わってたんですよ。やっぱ犬ってそういう風になると結構戸惑ったりするんですけど、うん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 、で私別にアレルギーとかではないんですよ。で普通にまあ触れ合ったりとかもしたんですけど、やっぱり10年ぐらい経ってから病気っていうのがやっぱりやっぱワンちゃんとかっていうのはやっぱあるみたいで、うん、そういうのね、でやっぱ結構お年寄り近かったんですよね、うん、でまあお病気になってしまって、で私病院動物病院に連れてた時にですね、うんうんうん、ちょうど動物病院に連れてた時にですね、あの息をですね、あーなるほどね、引き取ったというか、うんうんうん、心臓が停止してしまって、うん、でお医者さんに一生懸命こう何ですか心臓マッサージとかやってもらったんですけど、うん、もう本当に辛くて、うん、もう楽にしてあげてくださいって言って、うんうん、でなるほどね、もううんしてあげたんですよ、うん、あの生きながら、まあ、これはでも人間の勝手なエゴなんですけど、う
犬としては行きたかったかもしれないんですけど、うん、でもずっと痛い思いをして我慢してきて辛い思いでずっと喋れないじゃないですか、やっぱり。それでもなんかもうずっと耐えてて頑張ってたから、うん、もう本当かわいそうでかわいそうでしょうがなかったんで、もう先生にお願いして安楽死の方がやっぱりいいかなと思って、うん、でそれでお願いして亡くなっちゃったんです。でもやっぱそれからやっぱ犬を飼うっていうその命だからなかなかやっぱできなくって、うん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 、それから何年か経って、うん、やっぱうちのお母さんもお父さんもかなりショックで、でなんか犬を飼いたいと、うん、老後に飼いたいと言ってたんですけど、うん、やっぱもう命なんでまた同じことが起きて嫌だなって考えると私は飼えなくって結局ね、うん、でなかなか立ち直れないのは多分このマカロンさんもきっと同じなんですよ、うんうんうん、特に17年も一緒なんで、うん、でやっぱアレルギーだって触れたくても触れなられなかった、でも大好きで家族と一緒だったからすごいショックでっていうのは分かるんですよ。でもその気持ちでまた犬を飼ってまた悲しい思いをするのが嫌であれば飼わない方がいいと思うんですよ私はね。だから命なんでそこは仕方がないっていう反面とやっぱちょっとかわいそうだなっていう部分もあるんで、そこまで思い詰めなくていいと思います。あのね、なんて言うんだろうな、言葉が通じない分やっぱすごくこうなんだろう、背負ってしまう部分はあると思うんですよ人間なんで。まだ人間の死よりもやっぱ犬の方がやっぱ何を伝えていいかわからないので、まあ、それは仕方ないんですけど、だから犬を別に飼わなくていいと思います無理やり、うんうんうん、なるほどね、そうそう、それは思うところです。私は飼えないです、その代わりに飼おうとは思えないんで、むしろ今だからこそ飼えないんですよ。ちっちゃかったから自分たちは、うん、世話をちゃんと知らないでやってきたので今ちゃんとできるかって言ったら絶対かまってあげられないし、散歩とかもできなくなっちゃうから、だったら絶対やんない方がいいってなるんで、無理には飼わなくていいと思います。すいません重い話重い話しちゃった今私気づいたそうね、気づいた気づいた今言って気づいちゃったまあでも吹っ切ることは多分できます、大丈夫です。私もその当時はめちゃくちゃ悲しくて泣いて学校も休んだぐらいですよ。だって先生に言ったんだもん、うちの愛犬死んだんで学校休みますっていやでもほら他者からしたらお前なんで理由で休んでんだよみたいななるんですよ。でも家族なんでそこはね、察してほしいなと思いますけどね。あ、ブレイブさん、おやすみなさい。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。もうちょっとで終わりますんで、すいません。あ、もう本当は金尺いいですよ。うん。マカロンさんね。はい。大丈夫。他にもきっとあるから大丈夫よ。まあ、さ、もし元気ないなら、うちらの動画を見てね。ということで、次、いきます。はい、りょうがさん。性別内緒ってなってますね。ほう、はい、どうもいつも楽しい動画をありがとうございます。いやこちらこそ相談内容なのですが、学校で優しい先輩方や友達には恵まれているものの、うん、女子に対してのコミュ障が治りません。コミュ障はどうすれば治すことができますかね。じゃあ絶対男性やんこれ。そうですね暴露りょうがさん男性の方ですね、はい、あのね、これは女子に対してのコミュ障っていうのは多分女子に対しての免疫がないんだと思います、うん、だから恥ずかしくて喋れないだけです。だからそうね、女子と思わなきゃいいんだよじゃがいもと思えばいい。何でそれライブかで、芋は洗えば洗うだけ綺麗になるからね。ライブやん発表会みたいになってんで。いやでもね、いやでもね、僕もね、あの全然まあ女子と喋れなかったんですけど。いつ頃から喋れなかったんですか。いや僕ね、高校の時全然喋れなかったから、うん、専門学校からですね、うん、なんでまあ、え、自分からは喋れないですか。いやでも喋らんね。へ、必要以上に喋らない。喋らんね。私普通に行きますよ。じゃ逆に男性になったら、なんかうわーっつって、なんか変に、え、突っ込めよ、変になんかね好かれても困るなと思って。うわー、自意識過剰だこいつマジで喋りに行かないね。やべえ
変にね、ちょベイ君ね、めっちゃ優しいから、あ、勘違いされるの嫌だなって。そう自意識過剰ですね、この人ね。なんで、りょうがさんは自意識過剰に喋っていいと思います。はい、そうですね、うん、だから、あえてその女子が気になるんだったら普通に女子に対して喋ってみて、あ、この人喋れるんだな、みたいな。だコミュ障だと逆にあいつ引っ込み思案だなって思われちゃうんで、うん、女子はね、逆に喋ってほしいことはあるかもしれないです。で、打ち解けよう。ベイ君はなんか自意識過剰だったってことが分かった。ひでえな、やべえやべえ、かわいいよ。じゃがいも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 。あ、もうちょっと終わりますよね。お、マジで全部行きます。行きたいね、どうせやったら。結局全部喋るじゃんみたいになりますね。はい、じゃあ次行きます。ちゆさん、はい、女性の方です。はい、はじめまして、チャンネル登録者数5000人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。逆転裁判の動画でベイ君おかめさんを知りました。おー、意義ある、意義ある、意義ある、もっと OK ということで、それからいろいろな動画を笑いながら娘と見させていただいております。なんとお母さんですか。やば、人妻だね。コメントをする勇気がなくここまで来ましたが、今回は勇気を出してご相談させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてここから相談なのですが、はい、私は28なのですが、最近妙に疲れが取れず毎日ひたすら眠たいです。時間があれば横になって寝てしまいます。寝たいですね、はい、夫にも娘にも呆れられるほど寝てます、うん、寝たいね。運転には支障はないものの不安で夜もぐっすり寝れていますが、眠りが足りないのでしょうか、うん、眠たくなった時に目を覚ます方法などを教えていただきたいです。今後もベイ君おかめさんの動画を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。これから暑くなりますので体調管理には気をつけて元気な姿かっこお声を見せてくださいでは読んでいただけることを願って失礼します。ありがとうございます読みましたよ、人妻さん、言いましたよ。人妻って言わんといて。人妻って。お母さんね。人妻って言ったらなんかちょっとエロティックな方向行くから、ちょっとやめてもらっていいですか。なんでそう思うんですかね、男ってね。わかりやすいね、ほんとね。いやでもね、僕もね、うん、まあさっきも言ったんですけども、僕も眠いんですよね、毎日。ほうほうほう。だから、やっぱ夜運動する。これね、3時間前にね、あの、会った相談の中でメイクも言ったことです。そうなんですよね、夜にね、運動すると、はい、マジでね、なんかね、全然変わるんですよ寝起きめっちゃええし、うんうんうん、で、なんか全然でも、夜も眠れてるけど、昼眠いんですよ。だから結局、寝ても寝ても眠いの。だから多分、動いてないからなんですよ。いや、だってお母さんですよやること、あ、いっぱいありますよ。主婦って分かります、やること。洗濯、家事、全般、買い物ね、大変なんですよ。3つやったね今家事全般に全部入ってますね、ほら、男には分からない悩みがありますね。でもね、やっぱあの運動はやっぱちゃうんすよ。で、運動する時間を設けなきゃいけないってことですか、うん、だから寝る前に風呂入った後にストレッチ、うんうんうん、さっきも言ってたけど、あ、わかった、あ、わかった、はい、あのね、うん、ミッキーマウササイズっていうのがあるんですけど何それ、マウササイズ、マウスサイズじゃなくてマウササイズ、ちょっと、ね、やめときます、これやめときます、これやめときます。なんかめっちゃNG ワード出した気がするけど大丈夫ですかね。これやめときます。大丈夫ですか。これやめときます。残りました。うん、ね、これね、私の知り合いにもですね、うん、娘さんがいて、うん、旦那さんがいて、主婦で、うん、ね、こうやっている人がいるんですけど、その方はですね、うん、時間が余った時間にですね、うん、スプラトゥーンをやってるそうです。やりましょう。ゲームやりましょう。ね、楽しいよ。もしよかったら私とフレンドになろうぜ。そうやね、一緒に、いいねいいね、それ一緒にやろう、うん、私女性の方で一緒にやってくれる人待ってますのでお願いします、たくましましょう。ということでスプラトゥーンをおすすめします。 Wii U を買いに行こう。明日ね、明日というかもう今なんですけど、スプラトゥーン1周年記念です。今日
ミッキーマウスのエクササイズ分かった人分かった人いたぞ。何ですか？マジかよ。さあ、ミッキーマウスのサイズ分かった人いるぞ。マジですか？やったね。みんなググってんじゃないですか？やるね。今日スプラトゥーン1周年ですよ。え？今日28日スプラトゥーン1周年です。発売して1周年です。何のこっちゃか分からんかった。何のこっちゃ。次いきまーす。名前、これ全部読んでいいのかな。うん、あ、水野キリアさんですね、うんうんうん、女性の方です。そうですね、なんて読むか分からへんかってんの俺。キリアさんじゃないんですか。キリアちゃんかな、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、いつも楽しい動画ありがとうございます。私にとっても、私にとってとても生きがいです。生きがいまでいった。私たちが生かしてるんですね。なんでグレイの曲でなかったっけ、生きがいって。知らない違った気がする。本題に入ります、はい、私のクラスの女子が体細いアピール、上目アピールをしてきます。上目アピールって、あ、目上、ごめん、目上アピール、体細いアピール、目上アピールをしてきます。めんどくせえね、そいつ、うん、そいつ切ろ。難しいな、すいません。文化祭でのダンス練習の時に、ああ私足とか体とか細いから踊ると気持ち悪いんだよね、そいつ切ろ、言っていました。そいつ切ろ。アンガールズってことですかね。アンガールズ、確かに気持ち悪いかもしれない。カニみたいな感じですかね。ジャンガジャンガやったら人気出るよって言ってあげてればいいんじゃないですか。もともと彼女は嫌われていました。あ、まあそうだろうね。嫌われてましたって言わんといてあげて。そして私にも親しくな、そして私も親しくなかったので話もしませんでした、うんうんうん、そのことから私は裏で悪口を言われていました。悪口言われてた、あ、このアンガールズに。アンガールズね。アンガールズは嫌われているけど、キリアさんのことの悪口を他で言ってたと、うんうんうん、あいつ仲良くしてくんないんだよねみたいな。ですがこちらが彼女の悪口を言うと、彼女はすぐに先生に言ってしまいます。先生に言うんや、そこで。そいつ切ろ。先生は生徒思いの優しい人だったので、私たちのことも理解してくれました。おお、解決じゃん。じゃあいいよね、あの子足細いし気持ち悪いんですよ、先生言ったのね。したら先生も理解してくれたのね。あいつキモいよなって言ったね。あ、そうやな、すごい先生。俺もそう思ってたわ。関西人か。はい。ですが全然変わりませんでした。最近私の友達は彼女に、彼女にほら、うん、私のお腹触ってみ、細いからと言われていて戸惑っていました。戸惑っていた。そして他に、あ、何、え、そして何にしても中心に立ちたがり、そのせいか保護者にも嫌われているのです。どうすれば普通に対応できますか。保護者にも嫌われてるの。その子相当嫌われてない。大丈夫。そっちが心配になってきた俺。待ってね、いろいろ問題があるんだけど、まあいいや、保護者に嫌われて相当やな。岡部さん意見お願いします。そして教室に付き合う人が増えました。イライラします。彼氏ってすぐに決めるのも何ですか。あ、彼氏ってすぐに決めるものなのですか。中にはすぐ決めて2日で別れた人もいます。5日付き合って別れて泣いた人も。長くてすいません、かっこまだあるけど。キリアちゃんは多分若いのかな。若いね。でね、思ったんですけど、この嫌われてる女の子ですけども、ほっといた方がいいと思います。ですね、だこんだけ保護者にも友達にも嫌われている。保護者に嫌われてる、どういうこと。でも先生にも嫌われてるんでしょ。そこがね、わけわからへんけど、この子ってどっちかっていうと嫌われてる子が多すぎて味方が誰もいない。保護者に嫌われてる、どういうこと。わけわからへんけど、とりあえず相当やばいね、その子。そうね、この子を例えばですよ、うん、この子をの性格を直してあげたい私がっていう気持ちがどうしてもあるのであれば救ってあげるべきですけど、友達になってあげるべきですけど、別にそうでもなくて嫌いなんだったらほっといていいと思います。特、ね、にこの子に悪口を言われても痛くも痒くもないと思います。だって保護者とか先生とかに嫌われてるわけですから。みんな鵜呑みにしないでしょ、私あの子悪口言ってたよみたいな、じゃないですか。ひどい。え、そうじゃないですか。あ、でもね、まあ、とりあえずこの子はね、また切っていいんですけど、うん、水野さんは、はい、その子のことを、はい、悪口を言わないように
しましょう。うん、それです、うん、自分の人生的にね、あの人をね、うん、バカにするようなやつはね、ほんとダメなんで。そうだから、この子に悪口を言われても全く無視した方がいい。無視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 、そんなものはね、どうでもよい。自分がそういう悪口で返すっていうのは絶対にやめた、うん、そう、あのね、悪口を言う人の方が悪いんですよ。むしろ本当にその水野さんの友達がその子に悪口を、水野さんの悪口を言われたとしますよ、うん、その友達は水野さんを嫌いになりますか？その子を嫌いになりますよね。なんでこいつこんな人のこと悪口言ってんだろう、私は水野ちゃんと仲いいのになんでこんなこと言ってくるんだって思われるのがオチなんですよ。なので水野さんは何もしなくていいです。そう、だから悪口を言わずに、うん、もう普通に平凡に過ごせばいいと思います。平凡かどうかわからんけど、まあ、気にしなくていいと思う。そうそう、とりあえず、気にしなくて、うん、でその人、そいつの悪口ね言わないように、うん、悪口言ったらもう絶対返ってくるから。そう、悪口言ったっていいことないからね。すげえな、でかいな。何ですか。はい、行きます。次、あ、はい、キリアちゃんですよ。あ、いた、キリアちゃんいた、いたよ、いたよ。どこ先生の前では保護者から飽きられてるんです。飽きられる、飽きられる。飽きれられるじゃなくて飽きられる。あいつ飽きるわみたいな。あいつどんだけ出てくんねみたいな感じ。だ、そこまで気にしなくていいと思うよ。大丈夫、自分は悪口言っちゃダメよ。うん、それはしなくていい。そうそうそう、それする必要ないんで、本当に。うん、嫌だなと思ったら放っとけばいいんです。うん、それでもなんか物理的にこうやってやられるんだったら先生に言えばいいし、うん、先生は囲ってくれるんで大丈夫ですよ。囲ってくれる。保護者も囲ってくれるんで。行きます。次、ガッサンさん。男性の方。ガッサンね。ガッサン。オッケー。ガッサン。ガッサン。ガッサン。うん。男子校で8年以上女子と話したことがなくて、大学に入って2ヶ月で女子の LINE を7人から9人しか知らず、実際に会うことはありま、え、あまりありません。どうしたらいいですか？あと、そっからどうしたらいいですかね、一旦一気に。あと、いいダイエット法教えてください。話、話。だから2個悩みがあるみたいですよ。え、どういうこと？え、何ですか？間違ってます？どういうこと？ LINE、女子の LINE を7から9人しか知らず、うんうん、実際に会うとあまり話せません。はい、どうしたらいいですか、うん、あと、いいダイエット法教えてください。これ、どっちを教えたらいいですか？どっちかな。でもね、女子7、9人いるあたりでやっぱすごいんじゃないですかね。僕だってゼロですよ。あ、岡部さんがいた。岡部さんいるわ。LINE ね。そんだけですよ。そんなのにこんなに。安心して、ガッサン。こんなに明るくね。あのね、生きてる。ベイ君は LINE の友達一人なんで、安心してください。実際に会って別に話す、そこまでして話すことないんじゃない？だって私も LINE で十数人いるけど、会わねえよ。誰だっけって人もいるもん、名前変えるし、みんなお前誰だよみたいな。そうそうそう、あるんで、あ、たまにグループとか行ってもグループ退会しましたってやついるから気にしなくていいよ。そういうのはね、ほっとけばいい。うん、うん、でダイエット。ダイエットしたいの。ダイエットしたい。ダイエットしたいんだったら、うん、8時間ダイエットおすすめします。出たよ出たよ。あとね、わけわからん。あとね、これこれ飲んで。好都合ダイエットきた。これ飲んで。好都合ダイエット。あのね、これを。女子ってなんでこんな好都合なの。あ。お前女子をバカにした今。今全員の女子をバカにしたいな。炎上するぞ。8時間ダイエットのこと言って。8時間ダイエットっていうのは、うん、その日1日起きてから初めてご飯を口にした、食べ物を口にした時間から8時間以内であれば、いくら食べても大丈夫なんですって。で、どんだけ好都合やねん。すごいよね。でも、その8時間以内だったらいくら食べてもいいし、一番最後の8時間以内に夜ご飯も済ませておけば、だから1日2食ぐらいかな、大体。終わらせておけば、太んないんですって。そんなことあるかい。知ってた、奥さん。そんなことあるかいな。だ、今やってみてるんですよ。私は検証しますから安心しなさいよ。で、プラス、プラス、愛は、値はこれを飲んでます。これでもね、これはね、いいよ。これはね、ご飯を食べるときに 350ml は必ず飲むんですよ。え ?350 って。書いてますよ、350ml 飲みなさいって。カンカンかよ。カンカンじゃないんですけど、でもこれで、脂肪の吸収を、抑えてくれるんですよ。で、体に脂肪がつきにくいし、うん、特保なんで体の健康にはめちゃくちゃいいです。特許取ってますから、これ
ね。あ、水野さん。ぜひ。キリアちゃん、おやすみなさい。おやすみ、キリアちゃん。誰やねん。そういうことなんで、ダイエット頑張ってね。じゃあ、次行きましょう。はい。あ、じゃあ、ベーコン行ったら？オッケー、俺引こうか。あ、引いてない。うん。黒ウーロン好きって言ってる。黒ウーロン好き。美味しいよ、黒ウーロン。まだ？ちょっと待って、今、BGM が終わってしまって。じゃあ、俺が読みます。いや、同じのでいいよ。はい、あ、最後まで行っちゃったんで、今最初に戻しました。行きます。はい。はすみさん。はすみさん。女性の方。かっこいいね。はい。うん。いいですか？はい。私は今中学生。ん？私は今中学校です。だいぶ馴染んできました。ここでおかめさんに教えてほしいことがあります。オッケー。これから中間テストがあるのですが、うん、どうやって勉強したらいいか分かりません。そこで中学の時のテストがあった時どうやって勉強していましたか。いつも応援してます。ありがとうございます。勉強ネタ来たよ。勉強か。勉強ネタね。俺らマジ答えれへんねんけど。勉強。ね、塾に行きましょう。ベイ君でしょ。ベイ君のあれでしょ。塾に行ったらね、テスト勉強せんでもよくなるんで。それベイ君のあれでしょう。塾に行きましょう。いいです。それベイ君のあれでしょう。私塾行ってなかった人なんで、塾派嫌いなタイプなんですけど、あの中学ですよね、うん、私勉強したことなんて一切ないです。そのおかげで、テストを他の成績が悪くて、高校も特に勉強を受けなくてもいいような学校に行きました。いや本当私やばかったんですよね。赤点だったんですよマジで。でもね、友達はやっぱ 赤点とか怖かったから一夜漬けとかしてた子もいますし、でも一夜漬けって山はんなきゃいけないんですよ結局 ね。結局ね、その積み重ねてるやつが勝つんですよねこれ。そう、でも本当確かに勉強好きにならないと無理だと思います、うん、これでも今私多分テスト受けたらすげえ点数だと思うよ、うん、俺も一個も分からん、うん、微分積分できへんと思う。何微分積分ね。私数学とかできないからね。算数だよ。サインコサインタンジェント。何からんサインコサインタンジェント何やそれ。こういう感じ、こういう感じ。フレーミングフレーミングではなかったわ今。あ、そうごめんね。だからちょっと勉強に関しては皆さん対応お願いします。そこをねちゃんとこうみんながさ対応してくれるのがさ心リンクゲームズでね。さすが心リンクしてるわ。素晴らしいぜ。はい、します、はい、リコポンさん、はい、女性の方です。私はお菓子を食べ過ぎてしまいます。だからお菓子を食べ過ぎないようにするのはどうしたらいいのか教えてください。8時間ダイエットだから大丈夫だよ。8時間以内であればお菓子食べ過ぎても大丈夫だぜ。わがままか。あ、血糖値のこと言ってんのかな。あ、糖尿病のこと言ってんのかな。でもお菓子の 量による。買わへん。だから好きなんだよ。食べちゃう痛いんだよ。うーん、でもペロリとしちゃうんだよ。食べ過ぎないようにするには買わない、うん、無理だろ。だったらやってるっしょ。そしてそれが悩みなんだからさ。じゃあだから俺の提案としては買わない、うん、財布を隠す。そうやね。さ、買いに行けない。そう、あと一個言っていいですか。貯金話にちょっとつながるんですけどね、はい、貯金話の多分あれ動画ないんですけど、ないですね、ね、うん、財布に1万円だけ入れるんですよ、うん、ほう。そしたら、うん、1万円ってあんま崩したくないやん。うん。それ。いや、崩す人いるかもしんない。あ、1万円しかねえわ、つって出す人いるかもしんないで。それはあなたの法則でしょ。あなたのフレミングの法則でしょ。響かんかった。響かないよ、全然。でもね、一時期は、小銭も一切持たず、うん、財布には1万円だけ。それもう何も買えないよ。そう、だから、全くね、買い物せんかったんすよ。なんで財布持ち歩いてんだよ、じゃあ。財布いらないじゃん。かっこいいから財布。俺の財布めっちゃかっこいいね。俺の財布めっちゃかっこいいね。財布を自慢するなら財布一つでいいんじゃないですかね。
ということで、食べ過ぎないようにするにはどうしたらいいですか。あ、でもほらそれいいかもって言ってる。本当ほら1万円札のやつ、そうなんですよ。1万円ってあんまり崩したくないんですよね、マジで。なんででも何かあった時のために1万円は入れてる。一応入れてる。でもコンビニで1万、あ、1万円、あ、1万円帰ろってなんね。次行きましょう。私絶対買う。あ、というわけで私は1万円、1万円だけ、あと小銭を入れない、小銭を入れずに1万円だけ入れると、あれ崩したくないなってなるんで。 お菓子分かった。お菓子食べなくなってストレスがたまるんなら食べた方がいいよ。一回やめてみたらいい。そうやね、うん、それダメだったら何か体調に支障がきたすんだったら食べた方がいいよ。ストレスためへんことが一番いい、ね、それね、うん、次行きます。はい、次行きましょう。パッパッ黒猫さん、女性の方です。今日女性多いですね、うん、いいよ。米君、おかめさん、こんばんは。こんばんは。私は今大学生なのですが、特にしたいこともなく漠然と東京で働いてみたいなと思っています。東京に行けばいろんな人がいて、刺激的なキラキラした毎日が送れて、あわよくば都会の素敵な男性に出会えるのではないかなという憧れがあります。米君は上京してからやっぱ東京って最高、楽しいとか、逆にああ地元にいたらよかったなって思ったことありますか。おかめさんはどちらの出身か分かりませんが、女性目線で意見くれたら嬉しいです。最後に5000人おめでとうございます。ありがとうございます。黒猫さんですね。さあ、上京者のあなたはどうですか。ね、うん、結果的に言えば、はい、別に東京混んでもよかったっちゃよかった。でも上京するときってやっぱり憧れるんですよね。そうやね、行ったことないから。そう、うん、でもね、あの上京した方が便利、まあね、とにかく確かにとにもかくにも便利なんですけども、昨今ね、うん、Amazon ありますよね。Amazon昨今の Amazon の普及を考えれば、別に東京に行かんでも行っちゃいいかな、まあ、今はインターネットでも買えるので、ね、でもいろんな人がいて刺激的っていうのは確かにそれはある。東京は確かに人は多いんで行ってもいいよね、うん、私刺激を求めるなら外国行きます行くね、はい、攻めるね。外国の方が刺激を受けます絶対に。ビリーニとカルロスニーに会いに行きます。バーに行ったら会えるんでしょ。レズビアンにも会えるんでしょ。そうならそっち行った方が刺激的でしょ。いやーでもね、どうなんやろ。やりたいことがないんでしょ今。あ、でもね、これ言っていいですか、うん、めっちゃ大事なこと言っていいですか、うん、特にしたいこともなくって言ってるけど、うん、絶対にそんなことないんですよ、うん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 、これめちゃくちゃ言っていいですか。今ですか、今この子の中でですか。そう、うん、絶対にしたいことないっていうことって絶対にないんですよ、うん、探してるんじゃなくて、今探してるとかじゃなくて、うん、絶対にあんねん。やりたいことないわって言ってるといい人結構いるけど、うん、絶対にそんなことないんですよね。でもそれに気づけてないんじゃなくて、気づけてないっていうか、うん、それはできへんって思ってしまってるんですよ。できない、自分にはできない。そう、自分にはこれはできない。うーん、あ、高山さん、おやすみなさい。おやすみなさいもうね、ちょっと時間がね、あれなんでね、すみません。先にもうそろそろ終わりますね。先に自分の中でこれはもうできへんって思ってるから、うんうんうん、排除してしまってて、やりたいことないって思ってるかもしれないんですけど、実はね、あるんすよ。だからそこに気づくと結構ね、いい感じですよ。メイクに同意ですって言ってますよ。ほらね、絶対にね、やりたいことあんねん。例えばだから、やりたいことないって言っても、なんやろ、例えば芸能人、めっちゃ好きな芸能人がいて、うん、その人と付き合いたいっていう思いは絶対あるやん。でけえな。だろ？でかすぎるから自分の中でそれは排除しちゃってるけど、でも、それやりたいこと、その、すごい。なんで？その芸能人とね、付き合いたいっていう思いが。それは誰しもあるんじゃないの？そう。で、そこを最初から排除してしまってるけど、ああ。
それは別にやりたいことじゃなくて、ね、やりたいことって思うんやったら、うんうんうん、そこをねどうやったらその人と付き合えるかっていうことを、うん、それなんか怖いなそれ最近ニュースあったからな不法侵入はダメですよ、ことをちょっと考えたり、だから例えばその人がね女優とかやったら、うん、俳優になって、うわめっちゃ難しい、ね、それはそれ、ね、だから難しいかもしれないけど、エキストラからみたいな、だからその、そうそう、うん、だから自分の中でめっちゃやりたいことあんねんけど、うん、多分ほとんどの人はそれをね、うん、最初から潰してしまってるんですよ、はいはいはい、だからそこを臆することなく、うんうんうん、攻めてみた方がいいと思います。レイ君すごいいいこと言ってるって言ってマジで、うん、マジでマジでやったやった、ちょっと今視聴率見ていい、 今すごい米軍人気の、おお来た来た来た、人気のマックス、おお今こんな深夜で118人、あ本当ですか、すいません、うん、本当、いやでもね、そうそうなんですよ、で例えば、うん、だ僕なんかで言うと、はい、YouTube で、うん、あでもどうやろう、ん難しいな、例え難しいな、例えたい、例えたいんですよね、うんうん、ね、だからほとんどの人が、はい、YouTube でいきましょう、じゃあ例えば YouTube でいきます、 YouTube で食っていけるなんて思ってないよね、うん、思わないですね、思わないよね、思わないです、でも、うん、あちょっと難しいな、どうしようけどでもそれを下手くそやな、それをその中にもたくさんやな、やってる人がいるわけですよね、そう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 、うん、だから無理ではないよ、そう無理ではないので、うん、決めつけたでしょ、最初から自分で、うん、そのあこれは難しいから境界線引いてんですよね、そう やまらんとこうって思う、うん、失敗したら嫌やなとか思うんじゃなくて、うん、あなるほどね、そのやりたいっていう少しも気持ちがあるんなら、うんうんうん、やってみてください、だ結局みんな臆してんだよね、そう臆して失敗を恐れてるんですけども、うん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 、失敗してなんぼなんで、はい、僕もね運営話していいですか、またですかやめますやめます僕もねいっぱい失敗してるんで、はいはい、失敗どんどんしてください、まあ失敗っていうのは生きてる上で絶対に連れてくるものなんで、んここで失敗するって分かってたら誰も失敗しないから、うん、失敗したらいい、ああこれあかんかったんやってね、あの勉強になるんで、何もやらんことが一番良くないんで、まあ、とりあえずその刺激が欲しいんであれば、うん、東京に来てみて自分の中で刺激的なんじゃないかと思ってるなら、うんうん、東京に来てみて、まあ、アルバイトでも何でもしてみて、うん、まず刺激を受けてみる、うん、そこから多分あの東京で会った友達とか、うん、いろんなんで環境変わってくるんで、うん、そこでまたやりたいことも変わってくるから、うん、状況をしてもいいと思います、ただ楽しいだけじゃないと思うの、うん、東京は東京でそれはずっと暮らしてて、私はずっと暮らしてるんですけど、うん、辛いことだってたくさんあるんで、まあ、単に楽だよとは言えません、うん、それはどこも同じ環境なんで、うん、最初から自分で線引かずに、そうです、行けなあ、来たらいいよ、東京おいで行け、うん、まあ別にそこまでその何がやりたいっていうのはそこでね、いっぱい、うん、一回失敗したからって言って死ぬわけじゃないんで、いいじゃないの、東京来て失敗したって家帰れるんだからさ、うん、いいわけで、だって僕もね、ずっと東京だよ、僕東京最初来た理由あれですよ、音楽でやるためですよ、失敗しましたあれで挫折したんですよ、バンドで生きていくためにここ来ましたからね、はい、で今は YouTube やってます、お最後、お最後、えマジでマジで最後、早っ、全部読んじゃいましたね。すごいね。はい。ホワスケさん。男性の方です。男性の方。はい。あ、これ全部って言ってますけど、質問じゃない人もいたんで、うんうん、ただの気持ちだけ、うちらに対しての気持ちだけ書いてる方もいたんで、うんうん、それはちょっとすいません、省きました。ので、悩みだけ、こちらに用意してますんで、すいません。それだけお願いします。これ、最後にこれか。ホワスケさん、男性の方。心リンクゲームズが好きすぎて辛いです。どうすればいいですか？ずっと愛してください、お願いします10万再生なんで辛いって思うんですか10万回再生よろしくお願いします、好きで辛いって何ですか、幸せじゃないですか、辛いってちょっと字書いただけで幸せって言いますよね何がそれ、何がということで辛いイコール幸せでございます、皆さん本当に本当にたくさんのお悩みありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとね過去最高に過去2回目なんですけど、動画にね残せてないのがすげえショックなんですけども、私の熱弁も全部消えたんですね、
まあ、まあ、しゃあない。これはあの仕方がないことな。暗くなってもしゃあないんでね。そうです。おつやは良くないよ。こんなんじゃ10万再生なんかないよ。10万再生いきましょう。そうです。どの動画出しても10万で。あ、最低10万ね。じゃあ私頑張って縄跳びします。さあ、そう、岡村さんが縄跳びしても10万。いけるようにしたいね。そう、メイ君が、はい、なんやろ。例えば昔のね、うん、ファイナルファンタジー1の実況しても10万、うん、1で、そう、1の実況しても10万いくっていう、そういうね、うん、チャンネル目指したいですね、うん、はい、あ、そうか、ベイ君のビンタ見れないんだ、やっとく、じゃあ行きましょうか。よく分からへんよね。どういうきっかけでビンタ行ったっけ。確かね、なんか悩みあったんですよね。どういうきっかけでビンタ行ったっけ。あ、バステと、バステと、バステとか、バステと YUKI さんの、そうだそうだ、バステとですわ。どこだどこだ、まあ、またバステとって分かったから、ちょ、僕に、いや、ほら、みんなが分かんないじゃないですか。だから説明します、僕に、はいはい、あ、じゃあ言ってください。ですね、あの YUKI さんからのですね、うん、あのお悩みでですね、ベイ君がパズドラでバステとカーリーが当たりませんと、岡部さん気合の一発、括弧アントニオさん的なを入れてあげれば当たると思います、お願いします、ビンタじゃなくてもしっぺでもいいです、ということで、さっきですね、3時間前にですね、うん、なんとビンタをしたんでございますよ。それをですね、今受けたいということなので、はい、もう一回やりたいと思います。行きましょうか。え、これは本気のパーの方がいいですか。パーで大丈夫です。いいですか、いきますよ。あ、どっちですか、カーリーとバステとで。バスニャン。バスニャン、うん、バステと、オッケー。バスニャン、猫なんですよ。バスニャンって言った方がいいですか。バスニャン。バスニャンで。いきますよ、皆さん。はい。これ、暴力動画になっちゃうけど大丈夫かな。バイオレンス。今、素振りに。ちょ、怖い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 。いきます。風めっちゃ来てる。3、2、1、バステと。痛いわ、めっちゃ痛い。だって痛くしろって。え、さっきのやつ3時間前とどっちが痛かったんですか。さっきより明らかに痛い。あ、本当ですか。同心等ですわ。あ、本当ですか。明日大変ですね、じゃあね。こんな感じ、ロッキー。あ、でもこれできっとあれですか、起きれるんじゃないですか。ロッキーはいいですよ、もうグロッキー。あ、グロッキー、ロッキーで、でんてんてけてんてけてんてけてんかなみたいな、はい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 、ミンタミンタって言ってますよ。はい、いや、本当はもっと本気でですよ、私は。本当さっきと違うって言ってます。確かに素振り、はい、さあ、はい、1時ですよ。そうですね、もうやめますか。じゃあやばいよね。だってみんな明日でも休みなんじゃないですか。ちょっとトーン下げたら、うん、隣人さんとか別にいいんじゃないですか。隣人とか、何、隣人うるさいかなと思って、隣人さんに対してちょっとこううるさいのよくないんで、ちょっとちっちゃくしたらいいんじゃないですか。そうやね、ちょっとじゃあ一回写真変えます。はい。一回写真変えます。皆さんでもどうなんですか。一回写真変えよう。今何人くらいいらっしゃるか分かんないんですけど。一回写真変えよう。あ、じゃあこれでいきましょうか。塩コン。塩コン。いや、じゃあ実はね、まだ100人いるんよ。本当ですか。いや、信じられへんことに、ちょっとあのお茶欲しい。あ、はい、じゃあください。あ、これ飲みます。信じられへん。あ、じゃあ黒ウーロン茶氷3個で。あ、あとこの人わけわからんダイエットしてて、氷なしダイエットしてるんですよね。あのね、氷を入れると太ります。そんなわけあるかいな。いや、氷って太るんですって。あ、氷入れてます。氷お願いします。氷で太るんですよ。氷を何言ってんのやろね、この人。絶対氷入れた方が美味しいのにね。びっくりですよ。1時からバイトです。こそこそほうと、まだまだ見てますよ。ありがとうございます。仕事してる人いるぞ、今現在仕事してる人いるぞ。氷って太るのって言ってんで、太るわけないじゃないですか。氷太りますよ。だからかき氷なんか食べたらブックブックですよ。かき氷食って太るわけないやん、うん、かき氷食べてブックブックで。じゃあ絶対ありえへんやん、うん、そんなすぐ太るわけないじゃないのよ。あなた掴んだことあるの、かき氷食べた人の脂肪。ないでしょ。氷だろ、うん、あ、検証しようか。じゃあ私が、糖分あるんかな。私がしようか。岡部さん 3食かき氷食べてみた。頭痛い言ってそうやな、ずっと。頭ずっと痛い言ってた、うん、あなた作るんやね、隣で、うん、マジ俺作らなあかんの。かき氷機買ってきてくださいね、うん、はい。さて、じゃあどうしよっか。そう、あ、最後に企画があるんですよね。マジでまだあんの。皆さん
あとちょっとなんですけど、うん、お付き合いいただいてもよろしいでしょうか。うん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 、ですね、これやるか迷ったんですけど、うん、ドドドドドベーコンのお絵描き教室かっこキャラ当てゲームというものですねやりたいと思いまーす。どんどんパフ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 ドンってことで、マジか。これですね、あの企画を説明しますと、私が5キャラをですね、うん、キャラクター5キャラを選定しております。それをベイ君に伝えます、はい、で皆さんにはベイ君が何を書いたかをここにですね、あのチャットがありますので書いていただくという、当てていただくというゲームでございます。ほんと簡単な、なんかもうそうですね、特に面白みもない企画でございますじゃあですね、まずこれこちらをお持ちください。いや皆さん、私が書く、ね、はい、絵を当ててください。この紙用のマッキーって書いてるんですけど、これ実はですね、うん、このスケッチブックに書いても後ろに映らないという画期的な、すごいね、画期的な、いいですか、今これ書いたんですよ、うん、めっちゃ20ぐらい書いたんですよ、うん、そしたらほら映らないというですね、このペンをですね100均で買いましたので使っていただきたいと思います。ペン回し得意やね。はい、一旦 BGM を止めさせていただきますペン回し得意やね俺、うんうんうん、じゃあいいですか、はいじゃあまず第1問の、キャラクターを私はベイ君にそっと見せます。それをベイ君に書いて、そっと見せるというか書いてもらいます。でそれを皆さんがですね、当ててください、はい、あの絵は見せないですよ、絵は見せたらバレちゃうんで、キャラクターの名前だけこの人にお見せします。あ、マジか、そうきたか、当たり前じゃないですか、そうきたか、見たら私だって書けるわということで、まず第一問、この人に書いていただきます。よろしくお願いしますあなた何でも絵言うよね、何なら得意なわけね、これだいぶ絞ったよ。あ、いいよ、下に書いても、あの見えないからみんなには。いや、書く書く、書ける、一発で書きます。あの一発で書いてください。皆さん今からですね、ベイ君がイラストを、あ、こっちに書いてもらっていいかな、もう一個の方、もう一個の方のやつに書いてもらおうかな、これに企画で、うん、そうだね、そうだね、オーケー。はい、今ですねベイ君に絵を描いていただいております。皆さんには絵を当てていただきます。何のキャラクターを描いてるかですね、今はまだ描いておりますので。いいよいいよ、いい出だし、いい感じいい感じ、そう置いて描いた方がいいんじゃないの、出だしめっちゃいいよ、なんかすげえ描きづらそう。いやだってあんたにも見せたくないんですけど、私は別に見ないから。はい、皆さんのコメントも読んでいきたいと思います。今こちらで、今ベイ君がですねこちら書いております。お待ちください。あれちょっと変わってきたな、はい、ちょっと変わってきたな、さあさてさてちょっと変わってきたよ、はい、どうしようどうしよう、皆さん上田鉄平ってなんですか、上田鉄平ってどうしたどうした、上田鉄平どうしたの鉄平名前出さ、どうしたどうしたどうした、なになに、めちゃめちゃ何だ、ペンあんのかなんだよくわかんないで、何がどうなったこれ上田鉄平なんで出てきたの、上田鉄平どっからできたのどうした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 、鉄平上田、鉄平上田なんで上田鉄平俺大好きなんやけど、鉄平鉄平ってずっと言ってますね、よくわかんないけど、じゃあ今ですねベイ君書いてます。なのでベイ君のお絵描き教室ということで、皆さんですねこの後、やばい失敗したかもしれん、まだですか、やばい失敗したかもしれん、これ失敗は許しません。あ、なんかこれだけで違うキャラクターに見えますね、そうやな、あれ失敗してるぞこれ、さあどうでしょう、目が思い出せんねんな今、はい、今ですねベイ君がイラストを描いております。あれ違うよねこれ絶対に、さあ何を描いてるか皆さんに当てていただくんですけど、何だろう、何描いてるんだろう、あ、やばいやばいやばい、絶対違うこれ、皆さんベイ君応援してください、間違ってる間違ってる、皆さんベイ君を応援してくださいああ口はこれしよう、はよはよ、これ時間制限ってあった方がいいですか、そうですねそうですね、わかりました、じゃああとやばい、あと何秒ぐらい欲しいですか、全然変わってきた、何秒ぐらい欲しいですか、さあ皆さん、え、全然ベイ君応援してくださいよね、頑張ります、ベイ君頑張、闇のえ、なになになに、画伯の調子はって言ってる、やばいやばいやばい、ベイ君肌白、全然変わってきてんけど、毎回思う、あなた肌白いってよ、え、何かな、やばい、失敗許しません、厳しい、ベイ君ファイト、ちょっさ あいいですか、え、じゃああと10秒、いやこれ俺でも分からへん、10 9ちょっと待って、これ俺でも分からへん、8 7
終わりですか。出だしよかったのに、出だしよかったのに。あ、終了ですか、はい、いきますか。わかりました、皆さん、画伯はですね終了したということなので皆さんに、見ていただきたいと思います。ではテロップじゃない、解禁まで3、2、1、こちらです。皆さん、このキャラクターは一体何でしょうか。皆さん、このキャラクターは何でしょうか。あれ、おかしなったな。さあ皆さん書いてください。このキャラクターは何でしょう。これはベイ君が書いたあるキャラクターです。あれ、これはベイ君が書いたあるキャラクターでございます。おかしいな、おかしいな。アマテラス、アマテラス、これはいい、これはいい。アマテラス、あれ最初結構いい感じでね、うん、人やったのに途中からこう、うん、方向間違っちゃったんかな。なんでしょうね。方向転換できそうやったらやってください、うん、そうですね。みんななんとなくなんとなく起点聞かせていただけると。最初結構いい人やってんけど、途中からおかしになってきた。なんでやろ、なんでやろ。人なんですか。途中からおかしになってきたな。まあまあまあ、とりあえず無視しましょうか。うん、最初結構いい人やったんですよ。あ、そうなの。あれ、ちょっと何が崩れるの。まあ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 、いいよ、まあ、とりあえずこれ当ててもらいましょうか。はい、これなんでしょう。さあ、なんでしょうか。じゃあ。フローって何、フロー。なんだろう、フロー。フローだね、あの歌手。え、じゃあまずあなたに見せていいですか。え、キャラクターを、正規のキャラクター。ああ、いいですよ、いいですよ。あ、そうか、わかりました。そうか、はい、皆さんに正解をお見せしたいと思います。そうか、レイ君が描いたイラストはこちらです。え、マジで、マジで。ちょっとキャラクター名書いてもらっていいですか。あれ、お願いします。いや、あのね、最初ね、最初耳書いてたんですよ。あ、書いた書いた。で、耳まではめっちゃ良かったんですよ。って言ってる。難しいって言ってる。あれ、耳まではね、めっちゃ良かったんですよ。ヤクマかよ。でもね、何人か正解いたよ。確かに何人かいましたよね、ヤクマって。あれ、でもみんな起点とか回転したじゃないですか、やっぱり。おかしいな。だったって言って。これひどいね。いや、俺耳までは良かったんですよ。耳まではそうで、目あたりからなんかおかしなことになってきたっていうやつ。あれ、マジで。でも胴体に至ってもやる気ないからね、はい。胴体に至ってもクマでもないじゃん。やる気ないから、ね、なんかね、口をね、あのリンちゃんみたいな口にしたかったんですよ。あ、猫、猫ね。そう、うんうんうん、そしたらなんかモグモグしてる感じになって、うまいうまいみたいな、かわいい馬みたいな、猫みたいな口にしたかったんですけど、こうなりましたと。全然リラックスできない。はい、というわけでありがとうございます。皆さん何人か当たったね、当たってる人を言った方がいいかな。でも結構前だからな。あれも言ってる、マカロンさんも言ってるね、リラックマって言ってるね。お、おみこしさんも言ってるね、うん、おみこしさんでいいのかな、名前は。おみこしさんでいいのかな、うんうん、あ、でも、でも、あ、そこぐらいか、結構そうだね、うん、言ってるのね。そうそうそう、あ、そうか、リラックマ、びっくりしちゃった。ここら辺はもうあれ、うんうん、女子が多いんじゃないですか、うん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 、じゃ次、okay、いきたいと思います。次、書いていただくのはこちら。この今キャラクター名しか私は出してません、この人に。何ですか、これだいぶ絞ったよ私。いや、いい、いい選択。人間は嫌だって言ってたから、いい選択ですね、これ。なんか特徴のない人間はやめてくれって言ってたんで、キャラクターっぽいのを選んだ。名からいきます。わかりました、わかりました。名特徴的ですよね。いいよ、別にここに置いて書いて。名特徴ですよね、はい。はい、ちょっと待って、名特徴的なんですよ。今から来た方に、今こちらですね、ベー君に絵を描いていただいてます。それをですね、皆さんに当てていただくゲームをですね、ちょっとだけやっております。もうちょっと、ちょっとあの生放送続きます、よろしくお願いします。あの、ね、名特徴的やったんですよね。はい、こんな感じやったんだけど、今ね、一生懸命描いております。やばい、さっきと同じ名や、どうしよう。なぜ当てられるって言ってる。さっきと同じ名や。この絵を T シャツにしよう。これ着ます、みんな。これ着たいですか。やばい、さっきと同じ名や。みんなでもこれをあの着て歩きたいって思うなら、まあ、作ってもいいですけどね。
アイロンプリントで作りましょうか、とりあえず。さあ、今ベイ君にはですね、キャラクターをですね、書いていただいております。違った、これね、やっぱ時間を設けた方がいい気がするな。せやな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 。じゃああと20秒差し上げますね。はい、20、19、早くね。18、あ、逆から言おうかじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、終了でーす。さあ、時間を設けました。できました。なんでしょうね、それね。でもまあ近いっちゃ近いんじゃないですか。いやね、近い気がする。でも確かに的を得てる気がする、うん、特徴はあるんじゃないですか。行こうか、はい、というわけで、2キャラ目ですね、はい、ベイ君は一体何を書いたか皆さん当ててください。どうぞ、こちらです。お、いいんじゃないですか。さっきよりなんか可愛い感じがする。ね、あれ、これ結構良かったね、うん、最終的に。結構可愛いんじゃないですか。そう、全部全体的に映ってない。ここ、こうだな。そうだな、ここだな。はい。というわけで皆さん、ベイ君は一体何を書いたのでしょうか。ご回答お願いします。あ、いいよね、これ。あ、これいいかもしれない。さあ、どうでしょう、どうでしょう。これいいかもしれんよ。はい。これいいかもしれんよ。さあ、どうでしょう、これは何を書いたのかな、何を書いたのかな。ふなっしー、ふなっしー、ミニオン、ふなっしー、おばきゅう、ねばっしー、ふなっしー、ふなっしー、きゅうちゃん、おばけのきゅう太郎ミニオン、おばきゅう、ふなっしーかな。バーバーママバーバーママいましたね。でもね、おっとミニオンかな、ミニオン、ミニオン、さあ、ふなっしー、さあ、どうでしょうね。黄色い鳥、ミニオンで。リラックマか、リラックマつながりきたな。ケガさんもバーバーバーママバーバーママ多くね、パパお化けのキュー太郎かな、ね、じゃああと5秒で5、4、3、2、1、はい、回答終了、ありがとうございます。フラッシーが多いですね。正解者いましたよ、ネバールくん。本当ですか。正解者いました。え、やった とりあえずじゃあ見せますね。これ確かにいいよ、可愛いもんだって。なんか知らんけど、これが正解でございますでもなんとなく、でもうん、なんとなく来てるね。口調どこもなかったな。なんとなく来てるね。いきます、皆さんにこの絵柄は一体何か正解を見せたいと思います。こちらです。ほら、結構当たってましたよ、みんな。いいね、これ、ね、みんな結構当たってましたね、うん、すげえすげえ、素晴らしい、やったよ、うん、ただ髪の毛近かったんか。そう、おばきゅうですね、3本はね。そうか、確かにおばきゅうに見える。そうで、ほっぺが赤いっていうのは思い出したんですよ、うん、そう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 、これ重要ですよね。素晴らしい、皆さんすごくないですか。あ、もしかして特徴というか似てきた。いける、次次行きましょう。調子こき始めたね、うん、わかりました。じゃあ行きまーす。ちょっと待ってくださいね。いいよいいよ。あ、間違えた。結構でもフナッシーやってる人いましたよね。いましたね、うん、じゃあ名前行きます。はい、今ベイ君に3キャラ目を言わせていただきます。これを書いてください、お願いしますほら、簡単だよ、形を思い出せばいいんだよ。形を思い出しますけど、はい、さあ今ベイ君にキャラ名だけお知らせしております。皆さんはそのベイ君が描いた絵を見て何のキャラクターかを回答していただくという、こちらのベイ君のお絵描き教室という企画をやっております。目なんよね、あとは。はい、あとは目、だいぶだいぶ分かってるよまあ前回のね、さっきの問題でフナッシーで答えた方、おめでとうございます。大正解でございます。さあ、まあ、皆さんの知ってる通り、ベイ君はですね、かなり画伯と言っても過言ではないぐらい絵が下手くそでございますなんかでもあかんな、すいません、ちょっと見えてしまったもんで。大体合ってるよね。そうですね、ちょっと目が分からへんねんな。そうですね、目がね、うん、合ってたら、さっきの話、目めっちゃ合ってたから多分分かったよね。だから目めっちゃ大事なんよ。そうですね、目大事ですね、うん、目大事ですね。はい、さあ今ですね、書いておりますベイ君が
イラストをですね、描いております。皆さんに当てていただきたいと思います。さあ、3キャラ目なんだろうな。これはみんなに伝わるかな、ね、伝えよ、みんなに。え、ちょっとここなんかあったっけ。伝えましょ、はい、ないよね。あったっけって私に聞いても答えられないんですけど。さあ、まあこれでいくしかないね。もうちょっとこれ以上思いつかない。あ、決まりました、うん、じゃあ皆さん、ベイ君のイラストが終了いたしましたので、今から出します。それでは皆さん、このキャラクターは一体何でしょうか。ドドーン。はい、皆さん回答してください。なんか出てるし何それ。はい、どうぞ皆さん、皆さん答えてください。これは一体何でしょうか。何それ、ケツ毛。ケツ毛あれなかったっけ、こんなケツ毛出てるけど。こんなんなかったっけ、ケツ毛出てるがな。さあ皆さん答えてください。カービィ、パックマン、カービィ。そう、私も時間計るのやめちゃった。パックマン、カービィ、パックマン、カービィ。おお、パックマン、カービィ、カービィかな。派手な派手な派手な。カービィ、カービィ、パックマン。パックマンとカービィですね。めちゃ人気やな。カービィ、うん。あ、形じゃないですかやっぱり。うん。パックマン。息吐いてる。カービィ、パックマン。カービィ。ケツ毛。パックマンにしか見えない。殺すけ。なんとなくね。なるほどね。あ、なるほどね。いいね、いいね。うん、いいとこついたよ。後ろに毛あった？いいとこついたね。モジャコ。ああ、なるほど。じゃあ。モジャコで誰？モジャコも確かですよ。なんか似たようなやつですよね。じゃあ、回答に行きたいと思います。まずベイ君に見せますね。こちらです。目がわからんかって。はい、じゃあ皆さん、メイ君が描いたキャラクターはこちらです。どんどん星のカービィ。確かに吸ってますね。でもパックマンって言われたら確かにパックマンだね。足がなかったらパックマンだね。手あったんか。ありますよ、あります、ちゃんと。ほら、でも足は結構いい感じやろ、はい、まあ確かに足は、うん、足結構いい感じよね。ケツ毛なんですか。ケツ毛ないね。ないです。あれ、この子ケツ毛ないです。丸いだけ。丸いだけ。え、マジか。はい、次のあと2キャラなんで皆さんお待ちくださいね。よかったらお付き合いください。次4キャラ目ですね。マジか。はい、いきます。あ、じゃあペン回ししよう。いいですか、はい、次のキャラ、皆さん、カービィって答えた方おめでとうございます。おめでとうございます。次こちらです。書いてください。お願いします。ちょっと待って、それは無理やわ。うん、無理は言わせません。いや、あなたの思ってたものを書いてください。さあ、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 毛を説明してくれって言ってますよ。ちょっと待って待って待って。さあ、今ですね、ベイ君が4キャラ目書いております。何のキャラクターなのかな。何のキャラクターなのかな。ちょっと待って、目の位置、目の位置、目の位置もいらっしゃい。目の位置。目離れとったっけあいつ。目の位置。いや、離れてたね。さあどうでしょうね。はい、さあ皆さんどうでしょうか。でこうや。コメントを読みたいと思います。はい、毛は何なん、みんな毛を気にしてますね、やっぱね。やばい、3連続正解。本当ですか。クッパカクッピーさんすごいな。やるね。すごい、もう分かってたんじゃない。多分ベイ君のあれを分かってた。そうやね、すごい。カービィって意外とシンプルな絵なんだよなって思います。確かに、うん、なんか変身してるやつをイメージしたとか。そうなの。いや、あ、そういうわけじゃない。カービィ描いてました。あ、なるほど。UFO カービィ可愛いですよね。俺疲れてんのかな。クッパカクッピーさんが俺疲れてんのかなって言い始めたよ。せっかく当たったのに一つの回答が合わない。いや、これ多分普通です。回答が合わないのがなんか普通な気がする。合ってるし、でもすごいよね。やばい、発想力なのかもしれないね。やばい、怖いよ、一問も当たらない。あ、口かご、口かご。ベイ君毛が好きなの。おめでとうございます。手がなかったらただの化け物。また毛ついてきそう。また毛来るかなって言ってますよ、みんな。岡部さんの絵みたいな。ありがとうございます。ピカチュウがいいな。前ピカチュウ来ましたよね。違ったかもしれない。来ました。じゃあそれでいきます。はい、わかりました。じゃああなたにまず正解を見せます。おでも形は一緒だね。ポーズは一緒だね。来たぞ来たぞ。はい、ではベイ君が
書いたこのキャラクターの名前を皆さん当ててください。いきます、せーのドーン。さあこのキャラクターは何でしょうか。え、さあ何でしょうか。これ結構来てんじゃない。なんだろう、これ結構来てるよ。なんでしょう、結構来てるよ。うん、これいいぞいいぞ、絶対絶対当たってる、絶対当たってる。おって言ってますよ。あれ、おって言ってるぞ。 おかしいな。おって言ってる、おって言ってる。あれそういう流れ。あれみんななんかそういう あれか、そういう流れ、そういうあれになっちゃった。おかしいおかしいおかしい、うん、あれって。あ、これやばい、これやばい。あ、消えるやつ、これやばいかもしれない。皆さんもしかして再起動かかるかもしれないです。またもしかして再起動かかるかもしれないので。さあ、なんだなんだ、これ大丈夫。大丈夫だよ。あ、大丈夫ね、うん、よし。大丈夫ですか。あ、そっか、もしこれ BGM つけちゃったら答えが出せないのか。 OK ですか、いけました。というわけでよかった、答えだけ皆さんに答えいきましょうか。お知らせしないと、すいません。あれ、ま、声が面白い。マジで声なんか重い。あれ、まだダメ。え、本当に普通に聞こえるんだけどな、こっちだと。大丈夫ですか。もしこれ BGM つけちゃったら。あ、大丈夫大丈夫。声面白いって言ってる、なんでやろ。声大丈夫なんですけど。うん、私も平気なんだけどな。あ、大丈夫やった。え、昔のコメントやった今の。あ、なんだ。おい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 、昔のコメントやった。おいおいおい。というわけで答えいきましょうか。いきます。A 君が書いた答えこちらでーす。いいよ、エルモだよ。エルモだよ。そんな感じの中で目が上ね、うん、ドラえもん体質ね。うん、なんか B 君の描く目って怖いね、全部。でも笑ってる、でもポーズも似てるやろ。うん、たまたま口もなんか思い出してこんな感じだったんですよ、うん、確かに確かに。鼻だな、鼻、鼻が普通の鼻。 L だね、 L、 L 鼻、 L もやから。あ、そっか、そう。何そんなバカな。最後いきます。 L もやから。終わりにします。じゃあ、え、あと1個、あと1個なんですよ。あ、じゃあ、あと1個いきましょうか。いきましょう。あなたが最後に描くキャラクターは、はい、こちらです。こちらが最後でございます。よろしくお願いいたします。そうきたか、最後のキャラクターをですね、描いていただきます。そうきたか。さあ、これはどうでしょうね、うまくいくでしょうかね。いや、これね、でも多分分かると思う。最後です、これ、これ、これ最後になります。皆さんよろしくお願いします。これ多分分かってしまうと思う、みんな。あ、本当ですか。ごめん、分かったら分かったらいいんじゃないですか。多分ね、面白い感じにもならない。 あ、本当に、はい、うん、とりあえず書いて。あ、ここ書かへんわ、ここ書かへん、あえて、ね、あ、それあえて書かなくていい。これセコい、セコい、これセコいんで。そうね、そうね、うん、なんか分かるような、あの、なんていうんですか、そういうのを書かないでください。お願いします。わかりました、特徴でお願いします、うん、え、でもこれ結構やばいよ、はい、俺、はい、やばいですか。あ、ごめん。さあ、何でしょうね。これ完璧やわ。さあ、何を書いている、ウェイ君は一体何を書い、ちょっと無理します。無理しすぎじゃねー。ちょっと無理します。無理しすぎで、いや、全部入れなくていいですよ。それなんすか。これ足です、ね、いや、いいですよ、最後まで書かなくて。ちょっと待って、もう一回。あ、ダメですダメです、それはなしです。全部一挙に書いてください。書き直しは許しません。うーん、いいです。ちょ、もう一回ですか。ダメダメです、書いてください。もう時間がないですから、書いてください。このままお願いします。いや、ここは別に切っていいんでね、書いてください。書き直ししたらダメだよね、そりゃね。はい、というわけで皆さん、今ですね、ベイ君が今私がお題を出したキャラクターを書いていただいております。これが最後になります。よろしくお願いします。あれ、なんか止まってる、ん、止まってる、これ止まってるな。こっちは止まってるね。オッケー、こっち止まってるの大丈夫。こっち止まってる。オッケー、オッケー、オッケー。はい、ライブチャットポン開いてから、開けないポン、はい、でこうね。はいはい、オッケー、はいはい、でこっちがダメ。うん、それと、そうすると止めていい。これ止めれへん、止めれた。オッケー、オッケー、よしよしよし。はいはいはい、書いて。はい、あと何秒でいけます。ちょ、これね、でもどう、はい、それいいです、ほっとく。それ別に見ないです。そこで分かる人はいません。ちょ、これ切っていい、ここ。いや、いいです、そのままでいいです、そのままでいいです。え、終わり、いける、いけた。
終了、はい、じゃあこれでいきましょう。はい、というわけで、今からですねベイ君に答えのイラストをお見せしてちょっと後悔していただきましょう。こちらです。はい、皆さんこのキャラクターは何でしょうか。お答えお願いします。ドドーン、なんかちゃうよねこれ。さあ何を書いたか、さあ何を書いたかお願いします。なんかちゃうよねこれ。なんだろうこれは。これなんだ、このキャラクターは一体なんだ。おかしなことなったな。なんだ悔しいな。なんだこのキャラクターは一体何なんだ。さあ皆さん答えてください。さあ何でしょう、これは何でしょう。はい、ああ映像が消えちゃった。またまたや、これあかんやつや。またか、もうダメだね。これ声絶対あかんくなるやつや、うん、これ声あかんくなるやつやんね。なんだね、もうダメなんだね多分なあ。うん、復活したかもしれんぞ。復活したかもしれんぞ。みんな復活しました。声大丈夫、声大丈夫、声大丈夫かな、声大丈夫。オッケー、大丈夫です。危ねえ、危ねえよ。さあ大丈夫って言ってます。ありがとう、ありがとうございます。これ最後なんで、もう草野球をしているおじさん。草野球、あれもこれ以上いかないな。チャットが全然ねいかないんですよね。それだからこれね、あれなんですよ。だから何だっけ、はい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 、Wi-Fi がね、うんうん、全然届いてなくてこっちに。あ、なるほどね、うん、ほう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 。お、来た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 。おおおお、ですね、ちょっと待ってくださいね。どこだどこだ。マリオ、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 カールおじさん、相手のルイージ、カールおじさん、スネオ、スネオ、ラーメンマン。じゃあ行きます、答え出したいと思います。皆さん、彼はこれを書きました。どーん。そうよ、もう見慣れてるはずよね、あんだけ実況してるんだもの。俺でも結構な正答率やんね。確かに特徴を捉えてるってことなんですよ。うん、でも聞いて聞いて、みんな聞いて、うん、これ何、これ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 、なんか無理したとか言ってるけど、それなんかとあのとジャンプやったんですよ。ジャンプビヨーンってあえて金ちゃんっぽいジャンプしてるんですよ。あえて帽子の M をつけなかったのが良かったんじゃないですか。偉いよね、俺 M 入れんかったんだ、最高じゃない。うん、そうね、うん、まあでも今回でもかなり正解だったんですよ。全部全問正解の人いるんですか。いるいるいる、います。じゃあちょっと振り返ってきます。振り返りますか。ちょっと振り返っていきましょうか。はい、振り返ってください。ダイジェストでお届けします。さあ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 、足短っ。でも皆さんどうでしたか。いや、これが名作ですわ。それでも可愛くない、これなんでこんなうまいこと書けたの、うん、俺。可愛いよね、うん、めちゃくちゃ可愛いんですけど、これいいよ、うん、ほんで次これ、はい、ドンバックマンでしたっけ。ケツゲです。あ、ケツゲ、ケツゲって名前ですね。ここが本体ですね。あ、クッポククッピーさんは5分の4だそうですね。よる、惜しかった。惜しいね、うん、なぜ帽子に M をかかんのじゃ。そうそう、それはね、でも書いたら、うん、せこいと私は、あ、そうバレちゃうなと思って思いましたので、あえて変えたそうです。 そこがやっぱ男気あるよね、うん、男気。これもう無理だな、これな、こっちほっとこう、これはこれひどいね。何すか、これひどいね。宇宙人ですか。これやばいですよ、それは。あ、まあある意味宇宙人ですからね、あいつら。うん、まあ、そしてそうですけど、これですわ。はい、完璧じゃない。配管工おじさんですね。そうですね、はい、配管工です。配管工掃除してるおじさんですよね。どうなんですかそれは。どうなんもう怖いって言ってる。もう怖い。血毛、まあ、今日は血毛ですね。うん、はい、血毛でいきましょう。というわけで、皆さんここまでですね、見ていただいた方1時半やで。そうなんです、だから早く切り上げないと。やっちゃったねこれ、マジで。あの機材トラブルと100人まだいる。あ、本当ですか、ありがとうございます。ちょっと調子こいちゃったっていうのもあるんで、はい、すいません。
もう終わります。終わりましょう。終わりたいと思います。はい、いやーマジで皆さん本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか書いてる、なんか書いてる。これマジあかんねえ。画質めっちゃ落としてでこうかな、うん、コメントがねマジこっち来んのよね。もうそうなんですよ。コメントがねこっち来ない。もう Wi-Fi がね仕事しないしない。コメントも読めへんし、なんかもうボロボロですわ、うん、今マジでマジでねボロボロ今。じゃあこちらですね。はい、というわけで、皆さん本当に長い丁場ですね。こっちはいいの、こっちはいいの。まあ来てますね。あ、こっち来てね。ああ、じゃあこれ読もう、これ読もう。長丁場ですね。ありがとうございました。いやマジで皆さんありがとうございました。ね、ちょっとコメントがですね読めなかった方がたくさんいて、うん、初めての方もいたと思うんですけど、すいません対応ができなくて、でも読ませていただいています。目ではね。うん。で、あとお悩みもですね、たくさんの応募ありがとうございました。またできたらねやりたいと思うんですけど、そもそも皆さんにお悩みを作っていただくわけにはいかないので、まあ、時期を置いてということで、次でももしそうですね放送するなら7000になるかなですね。今500人も、ね、来てくれてるんですよね。なんかねやったら増えたよね。そうですね、7000で次がそうですね、切りが良くっていう形で調子乗ってそのまま1万いっちゃう。そうですね、ちょっとまあ言うてしまっても忙しくなってきたっていうのもあるんですよね、うん、あなたはね。それもあるので。あ、ちょっと待って、俺が参考にしてる YouTuber 出てこんかったね。結局何ですか、俺が参考にしてる YouTuber 出てこんかったね。そういえば、ああそうですか。言わせねえよってやつですか。、うん、ということで、すいませんが次7000とかでやりたいと思います。どれがやっぱこれかな、今日は。そうなんですか、これで終わりましょうか。それでは お悩み相談はねやっぱでも面白かったんで、はい、ありがとうございます。またやりたいですね。ぜひ皆さんお悩みもしある方で、今回まあ聞き手だけで参加してくれた方も、ぜひ今回参加してくれた人もまたこういう機会にね皆さんの参加型で募集したいと思いますんで、ぜひその時はぜひご協力お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、もうみんなで作っていくね番組動画動画になってるんで、本当感謝感激雨あられ嵐みたいなねな感じなんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、こちらを持ってください。はいはい、ドン生放送ありがとうございます。というわけで、さあ締めお願いしますよ。ベイさん締めましょうか。締めてください。締めのお茶漬けとくみたいな、はよはいはい、締めてく締めて。皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。まだね、はい、100人、だいたい平均して100人いたなんてなかなかないよ。うん、そうですね。あ、私が持ちますか。はい、了解です。なんでねちょっとね視聴率上がってきてますよ。はい、視聴率上がってきてるんで、この調子で、はい、どんどんよろしくお願いします。行きましょう。もうね、どんな動画出しても10万再生いく、そういうねチャンネル、はい、私目指しますんで。もう酔っ払い動画全部破棄してもらったんで、うん、ちょっと嬉しいです私。今もう酔いは冷めて。だから要するに、はい、ファンを作らんとダメですよ。FAL そう。FAL です。FAL ですね。そう。ゲーム、まあ、もちろんね、はい、ゲームパワーもありますけども、はい、でも、あ、この2人がやってるのはとりあえず見てみようっていう、そういうね、はい、そういう、チャンネルをね目指していきますので、私たちをどんどん好きになってください。よろしくね。よろしくお願いします。では終わりましょうか。はい、なんかあります、質問。ドラえもん質問なんかあります？あ、そうそう、このコメント見よう、この。あ、そう、それ持ってていいですよ。グッグッグ。動画でもぜひコメントください。コメントと、あとね、そう、高評価。もう高評価の数はマジでめっちゃ一番見てますので、あ、再生数とね、あと。そうそう。その辺めっちゃ見てるんで。はい。まあね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せこいね。いやいやいや。あとなんかありますかね、言うこと。熱い。ビンタっていうのはあるんで、とりあえずビンタしときます。じゃあ、私にですか。あなたにはしません。
あなたにしたら結構放送事故になるんで。そうですか。ビンタそんなにしたいんですか。そんなにド M でしたっけ。まあね、あ要望があるんならほらビンタ来てるよって言ってるやん。あ、じゃあこれでしますか。ビンタ、はい、映ってます。映ってますね。こっち抜いてもらっていいですか。いや怖いな自分。めっちゃ怖いんですけど。怖いで、どう考えても怖いんですけど。これ掴んだ方がいいかな。怖い。え、いきます。なんて言ったらいいんですか。今後もよろしくお願いします。いきますよ、じゃあ。こっちの方がいいかな、みんなね。こっちの方がいいかな。やめて。いきます。これからも、ゴーリンクゲームズよろしくお願いします。ちょっと待って、痛いんですけど。めちゃくちゃ痛いんですけど。はい、痛い。楽しいね。楽しいね。というわけで、体張って頑張ってますよ。終わりましょうか。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ほとんどチャンネル登録してくれてるよね。ここまで見てくれてたら。というわけでね、またこんな感じで。はい、あ、次7000人になっちゃうかもしれないです。ね。でも、まあ、生放送はねこれ楽しいんで、今後もいろんな機会でやっていけたらいいと思いますので、皆さんぜひねその時はお越しください。では終わりましょうか。可愛くないですね。鬱陶しいな。鬱陶しいな。目つぶししちゃう自分で。心リンクゲームズのベーコンでした。おかわりした。すぬ見えない。よいしょ。すぐでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。見て、壁紙っぽくなる。